こんにちは、芸能ダイヤです。ジャニーズ事務所の子ジャニー喜多川前社長の性加害問題を調査した外部専門家による再発防止特別チームの提言を受けて、藤島ジュリー景子社長の辞任の可能性が高まる中で、新体制の行方と対抗勢力の動向に注目が集まっている。そんな中、昨年10月に同事務所を退社した際、 2B を立ち上げた滝沢秀明さんと新しい地図の3人が所属する事務所カレンの女性社長愛氏が極秘会談していたことが分かりました。両者を知るテレビ局関係者によると、2人はこれまでに何度か接触していました。情報や意見の交換をする中で、双方の連携を模索するような話が出たこともあったと言います。 2B は元キング&プリンスの平野紫耀さんらジャニーズ退所者が相次いで合流するなど勢力拡大の最中です。一方、新しい地図の3人も順調に活動している。両者の連携や合流が実現すればジャニーズの強力な対抗勢力になるが、同関係者は脱テレビ路線の滝沢氏と旧来のメディア戦略を描く愛氏では考え方に隔たりがあり、単発の仕事で連携することはあっても合流はないと語っています。しかし、創業者一族がジャニーズから離れれば、ジャニー氏のイズムを受け継ぐ2人の存在感が増すのは必至ですよね。そんな中で、年末までに嵐の退所問題を中心に大きな動きがあるとジャニーズ事務所の元スタッフは言っているようです。性加害問題で揺れるジャニーズについて、次に見込まれる火種が嵐の退所問題であることが元同事務所スタッフの話で分かりました。キーマンは芸能活動休止中のリーダー大野聡さんだと言います。5人からなる嵐は2020年12月31日をもってグループとしての活動を休止しました。同時にリーダーの大野聡さんは芸能活動を休止した。嵐と大野聡さんの活動休止の経緯を簡単に振り返ると、まず大野さんが自分以外のメンバーである桜井翔さん、二宮和也さん、松本潤さん、相葉雅紀さんに対し、自由な生活を一度してみたいと活動休止の意思を伝えた。すると他のメンバーはこれを了承した上で、5人じゃないと嵐じゃないとし、グループの活動も止まった。しかし、元同事務所スタッフによると、大野さんの芸能活動休止の背景には藤島ジュリー景子社長との溝もあると言います。ジュリー社長と大野氏の亀裂が決定的になった原因は、大野氏に関する女性誌のある記事への社長側の対応にあります。その対応が大野氏の意思とは異なったため、不満を抱いた大野氏にとっては大事な問題だったと元同事務所スタッフは語っています。ジュリー社長としては、秘蔵っ子である嵐の大野聡さんの反発は不本意だっただろうし、自分の考えが尊重されなかった大野聡さんは失望した。大野さんが現在沖縄県宮古島で過ごしているのは知られている通り、芸能界を離れた生活を送るようになってからすでに2年半も過ぎました。このため、どうして大野は嵐とジャニーズ事務所に泊まっているのかという声が出始めているが、ここに本人の真意が隠されているといいます。大野氏が嵐を離れないのは、自分はあくまでメンバーの一人という強い意志の表れ。事務所を辞めない理由も同じ。事務所を去ったら同時に嵐の一員ではなくなってしまうから、大野氏は他のメンバーとの関係が悪いわけではない。だから他のメンバーからも大野を抜きにして嵐の活動を再開したいといった声が上がらない。もっとも、大野聡さんが芸能活動に戻らないと嵐の動きは止まったまま、大野聡さんはどうするつもりなのでしょうか。今年3月にイギリス BBC の報道によって性加害問題が表面化したこともあり、もうジュリー社長の体制下で活動する気はないだろう。活動休止が長期化したのも事務所に戻るつもりがないから、メンバーたちと一緒に退所し自分たちでやっていくつもりだと思う。嵐というグループ名は事務所が商標権を持っているから使えないが、名前を変えてもファンはついてくる。2年半前とは違い、大野さんがメンバーたちと一緒に同事務所を出やすい環境になっています。昨年11月には滝沢秀明さんが退所した後、今年3月に 2B を旗揚げを行い、同調者を誘い込みました。
その後、滝沢秀明さんらが困っている様子は特にありません。また、性加害問題の表面化後は、タレントたちが退所するのもやむなしという世論も強まっている。大野聡さんと同調者は退所してもやっていけるのでしょうか。十分やっていける。まずグループの活動再開コンサートをやればいい。会場はライブ、アラフェスをやっていた国立競技場でもいいが、全国6大ドーム、東京東京ドーム、名古屋バンテリンドーム、大阪京セラドーム、埼玉ベルーナドーム、福岡ペイペイドーム、北海道札幌ドームをすべて回ったって、チケットは即完売になる。そうすればファンが歓喜する一方で世間の話題をさらい、グループと大野の空白期間は瞬く間に埋まる。確かに活動再開ツアーが行われたとしたら、その初日の模様がスポーツ新聞の一面を飾る可能性は高いと思われますし、相当な盛り上がりを見せると予想されます。さらに活動資金についても全く心配ないと元同事務所スタッフは語ります。ファンクラブが分厚いからである。グループが2年半も活動していないにもかかわらず、現在の会員数は300万人と同事務所内でダントツです。ファンクラブの年会費は4000円なので、その収入だけで実に年間120億円以上あるでしょう。多くの会員が大野ら退所組のファンクラブに移行すると思われますので、必要経費を除いても巨額の資金が残るため、メンバーたちは目先の金のことを心配する必要はないように考えられます。一方で現在も相変わらずテレビ局による同事務所への忖度が続いています。このため退所したメンバーたちはドラマ界から排除されることが予想されます。それでも仕事で不自由することはないと言います。もしも大野聡さん、二宮和也さん、松本潤さんたちがドラマ界から締め出されたら、 NETFLIX やディズニープラスなど外資系有料配信動画に出たらいいだけ。出演依頼が相次ぐでしょう。米倉涼子さんはドラマ界から排除されているわけではないのに、ここ2年は外資系の動画にしか出ていません。もし嵐から退所組が出た場合、その彼らをドラマから締め出したとしたら、困るのはテレビ界側ではないでしょうか。嵐は何しろ300万人以上のファンクラブ会員がいるグループなのです。それなのに排除したら、ドラマ界にとって大きなマイナスだし、視聴者側のテレビへの不信感も高まります。ドラマに誰を出すのかの基準がわからなくなってしまいます。楽曲リリースについては配信でもできますし、現に 2B 所属の7人組 IMP のデビュー曲となるデジタルシングル「クルージン」も配信となっています。 CM もまた全く問題ないでしょう。元 SMAP の草なぎ剛さんがサントリーなどの CM に出演しているのは知られている通りです。スポンサーには芸能界のしがらみなど関係ないのでしょうね。さらにデイリー新潮が次の火種は嵐と報じて話題になっています。記事によるとキーマンはリーダーの大野聡さん。もともと藤島ジュリー景子社長と反りが合わなかったのですが、ジャニー喜多川氏の性加害問題が表面化したこと、滝沢秀明さん設立の 2B という受け皿もできたことにより、退所の選択肢を取るのではないかというのです。嵐といえば2020年大晦日をもって活動を休止中の5人組、その前年の2019年、結成20周年5大ドームツアーでは50公演で実に237万人超を動員しています。同記事では活動休止中の現在も年会費4000円のファンクラブに会員が300万人もいて、それだけで年間120億円もの収入を今も事務所にもたらす稼ぎ頭となっています。退所すれば事務所が商標権を持つ嵐というグループ名は使えなくなりますが、名称を変えてもそうした熱狂的ファンはついてくるし、仕事で不自由することもないと伝えている。ジャニーズ担当の長いベテラン芸能記者はこう言っている。来年2024年は嵐デビュー25周年のアニバーサリーイヤー。活動休止する際、次は25周年だねと内々に5人で約束して、それまでの3年間は休もうと決めたと聞いています。25周年をやったグループはジャニーズでも前例がなく、できるとすれば嵐くらいしかない。それを5人も分かっていて、松潤はどんなコンサートにしていくのか、
もう企画を進めていても不思議じゃないと思うのですが、同記者によるとファンクラブ会員は約230万人、年2回の開放は豪華でコストもかかり、ジャニーズ事務所は必ずしも儲けのためにやっているわけではないようです。それもそうですが、嵐のファンが会員で居続けているのはコンサートのエントリー代だとの認識があるからです。ファンはジャニーズで嵐25周年アニバーサリーがあるものと期待しているのです、と続けた。とはいえ25周年の後はどうなるかわからない。グループを存続させ活動を続けていくのか退所するのか、25周年というグループとして最後の大イベントを行い、その後は好きなことをやろうと5人で示し合わせているのではないかというように見られています。ジュリーさんは肝入りのなにわ男子とスノストが残ればそれでいいと言われています。叔父のジャニーさんの作った嵐は国民的グループですが、もう十分というくらい活動してきた。ゆくゆく退所となってもスマップ分裂独立騒動のようにはならず、円満に進むのではないでしょうか。性加害問題では29日再発防止特別チームが記者会見を開催する。そんな中、降って湧いたような嵐の独立説、火のないところに煙は立たぬと言いますが、どうなるのでしょうか。今後のさらなる展開に目が離せません。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価、コメントをいただけたら大変嬉しく思います。それではごきげんよう。